灰餅酒とは、醸造したもろみに灰を混入させる、日本酒の一種である。灰餅酒の原型は、奈良時代以前から醸造されていた、五神酒などに使われる黒木であり、これは米麹に、飯と水を入れて発酵させた後、醸残器の根の灰を加えてできる。この製法は、基本的に今の灰餅酒にも受け継がれている。元来の酒は酸性であるが、灰餅酒は、 肺のアルカリ性で中和されるため、腐敗の原因となる抗酸性の細菌の育成が阻害される。また酒の成分であるアミノ酸と等のメーラード反応を促進して次第に赤みを帯び独特の風味も醸し出される。なお肺は加えた後、精子と同様に絞るので残らない。肺を入れて細菌の繁殖を抑え日持ちさせるのが ハイモチザケの名の由縁である。対して一般的な生酒は江戸時代から加熱による低温殺菌を行ったことから日持ザケと称される。ハイモチザケは製法に改良が加えられて西日本を中心に各地で醸造され続け、戦時統制により原料の供給を断たれたため一時途絶えてしまったが後に復活している。 現在は引用としてはもちろん、独特の甘さと風味を持つことから、みりんの代わりとなる調味酒として使用されることも多い。なお名称は醸造されている地方ごとに、別々の名が付けられている。熊本の赤酒赤酒とは、熊本県で生産されている灰餅酒である。濃厚な菓子食ないし赤葛食であることから、こう呼ばれる。加藤清正以降の熊本藩は、江戸時代、 生酒の販売製造や他藩からの移入を禁じると、共に、はを、販売からも買い入れた赤酒を保護した。西南戦争を境に、他県から流入する人口が増え、これに伴い生酒が県内でも醸造、販売されるようになったが、第二次世界大戦前までなお赤酒が多く、生産され続けてきたという伝統を持つ。製法は、原始的で独特の風味が強い一方、 生酒と比べて、同量の白米から醸造可能な量が少ないため、能率的な生酒が生産量を伸ばす中、旧来型で年もな赤酒の需要は大きく後退し、販路の拡大維持にも苦慮した。さらに戦時中には、米国の逼迫により、一定の原料米からなるべく多くの生酒を醸造する必要から、赤酒の醸造は中止に追い込まれた。戦後、 新食などからの要望を受けて生産が再開されたが、戦前に十五あった蔵元は、つ鷹と千代の演習像二つのみとなった。つ鷹は2016年の熊本地震で被災し一時、生産不能に陥ったが、残ったもろみから再開に成功した。原材料にもち米を加え、水の量を5割近くまで減らして仕込み、終盤に大麦麦芽も加えて、 さらに発酵させる。もろみを絞る直前に、白玉梅と称する木塊に石灰を混ぜたものを加え、成長させ、火入れを行わずに貯蔵する。昔は、冠婚葬祭の時に必ず飲まれた。県民の思考が赤酒から清酒その他に移行したこともあり、日常的に飲まれる機会は減ったが、正月の塗装に使用されることが多い。 料理用の赤酒も製造、販売されており、プロの料理人や食品製造業者にも使われており、甘みとビアルカリによりコクが深く柔らかい煮上がりになると指摘されている。地酒とは、主に、鹿児島県で生産されている灰餅酒である。鹿児島では、焼酎を男酒、この地酒を女酒と呼び、対比されることもあった。地酒は、鹿児島で醸造されている。 日本酒として唯一残ったものである。そのため、灰餅酒の中では最も清酒に近い。製法も、清酒とほぼ同じであるが、もろみを絞る直前に焼酎と牙を加えている。酒寿司という郷土料理では、酢の代わりとして、地酒がふんだんに使用される。他に、薩摩揚げにも使用される場合がある。つまり、料理酒としての使用が主だと言える。 地電酒とは、島根県の出雲地方で古来生産されている、灰餅酒である。蒸気の赤酒と同様に戦時中の米国統制で生産が禁止され、戦後も長らく途絶えていた。1989年に、米田酒造が地元の有志と復活に取り組み、1990年に調味酒として復活させた。原材料に、餅米と、 長期熟成させた麹を加え、水の量を5割以上も減らして仕込み、もろみを絞る数日前に基盤を加える。灰餅酒として、最も濃厚である。郷土料理や魚肉練り製品で、味付けや照り出しに使われている。灰餅酒は、酒税法上の品目は雑種であるが、酒税法3条21号のみりんに類似する種類として、 政令で定めるものに該当しみりんと同額の課税の軽減税率を受けている。なお、2006年の酒税法改正以前は、その他の雑種、生種から粉末種までのいずれにも該当しない種類の、うち、みりんに性質が類似するものとされていた。ABC、日本経済新聞長官2016年12月16日文化欄、赤酒間に合いましたとその倉本熊本自身乗り越え、 出荷ピーク、吉村智明赤酒、ドットコムズイタカ公式サイト2017年1月28日、閲覧。橋口隆本格上中名手事典 P159 申請。出版2004年10月15日、発行 ISBN4 から405091137。日本経済新聞長官2016年5月12日文化欄。 出雲古殿の酒に乾杯神話時代由来の、和義から小泉や雲の愛飲酒まで復元。堀江修司。ありがとうございます。